こう。こんな感じで柔らかいぞ。増えましたね。開発中に。おはようございます。おはようございます。ジャッカルの村上翔吾でございます。今回はですね、最近発売になったこのビンビンスイッチ、これのね、これを使って、釣りをしていくわけなんですけども、僕自身最近これ使って割といい釣りさせてもらってます。なんで、今回はこのビンビンスイッチ、僕もまだ知らないこととか、もっと深く知ってみたいこととか結構あると思うんで、今回はこのジャッカルの開発スタッフの一人でもある樋口くんにいろいろ聞いていこうかなと。よろしくお願いします。ジャッカル開発スタッフの樋口です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではビンビンスイッチでやっちゃうぞ。やりましょう。いや、もう他の方々の見てたら結構ね、もうライン角度かなりついてるんで、これはもうその ボトム着底能力が、ボトム着底能力問われますよ。これは 55m か、思ったより浅いね。誘い方自体はただ巻き、上げてもらったらいいんですけど、まあ唯一違うところは針がやっぱりヘッドの横にあってフッキングがいいので、もうコンって当たったらそのままフッキング動作に進んでもらえたらそれで簡単にかかっちゃうので、あんまり送り込まなくていい。そこが唯一タイヤ場と違うところかなと思います。巻くスピードに関しては、はい、そのスローから速いとこまでどの程度 その速度領域に対応してる。そうですね、ついてるネクタイについては本当にデッドスローで動くような、設定にしてるんで、本当にもうほぼほぼ巻かないぐらいでも、船が流れるスピードで流れてくれるようなネクタイがついてます。で、一番の特徴は巻き上げのスピード、どんなに速いスピードで巻いてもあのヘッド自体が回転せずに、リグ自体が回転せずに綺麗にまっすぐ上がってくるので、結構サイが浮いてる時とか魚が浮いてる時とかは早巻きで誘ってもらうのもいいかと思います。樋口くん、はい、このスイッチってヘッドの形が特徴的じゃないですか。この形に込められたものって何なんですか。まあスイッチパッと見こうイカっぽいようなデザインになってるんですけど、まあそれもわけがあって、まああの巻き上げの時に回転せずにスーッと抵抗少なく上がってくるようにあえてああいう形状にしてるんですよ。でちょっとだけ上方重心、上重心になってて、巻きがすごくこう安定してる。で下がこうシュッとしてるじゃないですか。まあいわゆる流線形っていう形なんですけど、それにすることによって、流れが巻かずに綺麗にこう整流されるんで、よりこう巻きが安定するっていうような特徴がありますね。なるほど、はい、じゃあ落とすそのフォールスピードだけじゃなく巻く時の姿勢も、フォールスピードについてはまあちっちゃいネクタイと、あとはネクタイより上にヘッドがあるんで、ヘッド先行で落ちていくんで、まあ普通のタイラバより巻き、ホールが早いですよね。これはね、やばいんだよ。お、来た、おりゃー、ホールで食った。おー、やりました。これあのビンビンスティックの RB の 66M でね、あのフォールで触ってきたやつをガルンとかけてやりました。スイッチはヘッドが先行して落ちて、でネクタイが後からついてくるんで、フォールの当たりも結構取りやすい。確かにドンドンドンってきて、途中でもうそのまま着底したんで、あの巻き始めでズドン。ヘッドは120のレッドゴールド系のやつに赤のスカート。ああ、もうパッケージそのままです。パッケージのまま使っております。さあなんだ、そりゃタイだ。おはようございます。
うわ、食べ頃、食べ頃サイズ。ゆう先生、このフッキングはこれ、段差針の上にかかってるんですか。ってことは、これヘッドバイトの可能性もあるんです。なるほど、真横にあるとこ。はい、井口くんやりました。いや、めっちゃこれ、なんかすごい鮮やかやな、このタイ。ポールで来たんですか。ポールで来て、あ、なるほど。でそのまま一回着底して、はいはいはい、で巻き始めて、あ、ズコン。なるほどなるほど。まあ、スイッチはあのヘッドが先に先行して落ちてるんで、で後からこうネクタイが追従して、うん、していくような形で落ちていくんで、結構ホールのあたりも開発の段階から多くて、ほう、いやー、楽しかったです。もう満足です。そうですね、そうですね。まあ、タイラバ、まあ、タイに限ったことです。タイラバでは、まあ、基本的にはこうネクタイを食わせるような形で、今まで釣りをしてたと思うんですけど、やっぱこう、ヘッドにもアタックするような時とか、あと大きなタイですね、もうタイラバ全体をこう丸飲みするような時って、結構腹筋が悪かったりしました。で、一方、ジグに関しては、まあ、その辺はこう、対処されてればいるんですけど、まあ、ホールが遅かったりだとか、あとはやっぱりこうネクタイで、の誘いっていうのができないので、まあ、ネクタイをこう好んで食ってきてるような時はなかなかこう釣れないことが多かったんですけど、まあ、ポイントに関しては、ヘッドにネクタイもついてる形になっています。なので、ネクタイが好きなタイプでヘッドも食ってくるような、魚もどっちもこう取れるような、セッティングになります。質問なんですけど、はい、この、まあ、スイッチ今言ってもらった通り、はい、ヘッドとスカートフックがまあこうくっついて、うん、沿うようにある、うん、これってくっついてることによって、うん、絡んだりとかはないんでしょうか。うん、そうですね、開発の段階でもそれがちょっと疑問でですね、フッキングが悪かったりだとか、ヘッドの上に、ネットフックを抱いちゃったりとかっていうトラブルが結構ありました。まあ、そこで、このスイッチは専用の誘導パーツと言われる、まあ、黒いパーツが付いてるんですけど、それをまあ正しい向きにセットしていただくことで絶妙なこう角度でフックとネクタイが出て、でネクタイのアクションも妨げずにヘッドもヘッドへのバイトも取れる、そういうセッティングになってます。こだわってますね。はい、こだわりが詰まったアイテムになります。いや、食いましたね、開発中に。触れてる。今ね、ボトムからすぐでしたね、巻き始めてすぐに食ってきました。その回り方が全然違う。柔らかい竿で、あ、来ましたね、ほらほら、タイだ、よかった。タイだちょっと可愛いですけど、いいですね。そうですね、そうだ、ちょっとちっちゃいんですけど、はい、これこの段差のフックの、リア側にかかってるんですけど、まあ、こんな感じでちょっと今日みたいにドテラ気味になる時とか、 100g、120g にはこの段差フック標準装備してるんですけど、まあ、80g とか 60g でもちょっと今日食いが渋いなとか、ちょっと角度つくなっていう時はこの段差針もあるので、まあ、これで、自分でカスタマイズしてもらうとより超過が伸ばせるかなと思います。基本的に、パッケージには、このヘッドとこのフックセットですね、これが入っております。で、このヘッドはこの誘導パーツ、これ矢印が書いてるんですけども、この矢印が先端が竿先側に来るようにこう通してやります。で、ここの先にこれを結ぶだけで OK です。こんな感じですね。こうすると、ボディに沿うような形でこのフックとネクタイが出てくれるので、このネクタイに食ってくる魚もここでかかるし、でこのヘッドにこう食ってくる魚もここに針があるのでかかりやすい、まあ、両方の、バイトが取れるようなセッティングになってます。
で、まあ、パッケージそのまま開けてそのまま使っていただいたらいいんですけども、まあ、ネクタイ色変えたいなっていう時はあのラインナップされてる、マイクロカーリーネクタイワイドとスリムタイプ、2タイプあるんでそれを状況に合わせて、使い分けていただけたらいいんですけど、基本的には簡単でもう取り外してもらって、色変えたいなって思ったら差し込んでいただいて、でキャップで止める、これだけで交換可能です。スイッチを使用する際の、タックルなんですけど、まあ、基本的には少し固めのノットを使ってもらえればいいかなと思います。あの具体的には、今村上プロが使ったところで、RB の 66M で、エクストロだったら、エクストロも 66M で、HS シリーズだったら、まあ、69L なんかが、スイッチには結構適したノットになります。まあ柔らかいさをしか持ってないよって方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方は段差フックというのがスペアフックとしてラインナップされておりますので、そのフックを使っていただけるとこんな感じで柔らかいさでも魚をかけることができます。いいね今のね。まあ、今日特にこれ、ドテラ気味で結構ライン角度がつくような釣りなんで、どうしてもちょっとこう側合わせっていうのがなかなかこうできないような状況にもあるので、そういった時は段差フックと柔らかい竿っていうのも時には効果的になってます。やりました。ロッドの解説中だったんですけど、まあ段差フックの今度リア側にかかってますね。まああんな感じで、柔らかい竿でもこの段差フックを使っていただけると、簡単にフッキング持ち込むことができるんで、まあもし柔らかい竿しか持ってないなって方いらっしゃったら、まあ他の 60g とか 80g とかでもこのフックに変えていただけると、フッキング率向上できるかなと思います。これが速掛けですわ。ゴゴゴン、ニコンですよ。めっちゃやばくね。下巻き見えとっけんな。よろしくお願いします。嫌って言われました。どう思います？みたいな。大きい。お、船長が大きいいただきました。うわあ。じゃあお願いします。おめでとうございます。よいしょ。よいしょ。サイズアップしました。これはね、これでもかってぐらい即合わせ決めたんですけど、フロントがフックかっつり、フロントが口で、リアがね、アシフトしてる感じでガッツリきましたね。そらこのサイズになるとヘッドとネクタイ多分一緒にバックリ一口で食べてますね。一口でいきました。ありがとうございました。まあ、このスイッチ今日は、まあ、タイメインに狙ったんですけど、本当に、いろんな魚が釣れるルアーに仕上がってます。で、まあ、時にはこう SLJ の船なんかに持って行っていただいて、ジグの合間にこうただ巻きの用のルアーとして使っていただけたら、またスイッチで釣れる魚の幅も広がるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、皆さんもこの、ね、スイッチでいい釣りしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。